こんにちは。今回はヘアゴムやキーホルダーなどに使えるかわいいタッセルの作り方をご紹介します。材料はまず糸2種類あったらかわいいと思います。あとハサミ、厚紙、あと普通の紙、これがあったら簡単にタッセルが出来上がります。はじめに後で糸をまとめるのに使う糸を何センチか切っておきます。糸を厚紙にぐるぐる巻きます。ボリュームがあった方がいい方はたくさん巻きましょう。はじめに切っておいた糸を輪に通します。輪に通したら取れないようにきつく結びましょう。下の輪になっているところをハサミで切り、切り終わったら糸を中心に整えましょう。色の違う糸で上の部分をぐるぐる巻きます。巻き終わったらキュッと結びましょう。長さを揃えるために紙を使います。糸が好みの長さになるように置いたらぐるぐる巻きましょう。紙を巻き終わったら紙から出ている部分をハサミで切りましょう。これで完成です。いろんな色でたくさんタッセルを作ってガーランドにしても可愛いと思います。ぜひ作ってみてくださいね。